落として巻いてみます。水深30ですね。で今 45g のナットジブスリムロング、とりあえず巻く、先に巻きで見る反応。久しぶりでしょ。はい、ずっとサップでやってたよね。サップでずっとやってたけど、船は本当に久しぶりです。サップではどんなもの、主にハタ類ですね。根魚を狙ってました。ナッツを。ナッツを。あ、使います。どっちが楽しい？え、ナッツを。いろんな魚種が釣れるから。ワームだとほとんどが、まあ、大物ハタの率が高くて、はい、まあ、赤ハタも、ベイト追っかけてる赤ハタなら釣れるけど、サイズもいいんですけど。でも、ナッツジグ使うと、青物とか、タイとかいろんな魚が釣れるから、何釣れるか分かんないから万能というか面白いです。プレートが切れてる、うん、あれどんな魚持ってくる、そうだから楽しい。北枕ね。北枕ね。そう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 、そんなカバシやら、あ、そう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 、ね、ね、どんな小さな小魚とかも釣れる、びっくりする。しかもそれが 45g。 そう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 、はい、だからとりあえずナットジグ落としてって感じで。巻くだけ？そうですね。でもフォールで当たる時もあるし、巻いてきて当たる時もあるから、それでその日の反応っていうかパターンを探る。ベイトがすごい入ってんなら巻きでもいいんだけど、入ってないならフォールで当たる時も一発で投げて着底っていうか、まあ、投げてフォールですぐ青物に来たりもする。うん、ファーストボールでね、ガンみたいな。着底するまでついた瞬間とか。だから青物がいれば食ってくるんだなって。ずっと追っかけてきて、うん、着底した瞬間にバーンって、はい、あれが面白い。ラッキー青物って言ってる。ラッキー青物。やったーみたいな。カツオ釣れたら持って帰ろうみたいな。え、カツオ？カツオとか。全然。スマ。スマとか伊豆の方で、スマガツオ美味しいから、それは持って帰る。あとカンパチだったり、まあ、イナダとかだったり、マダイだったり、見たことないタイだったり、メダイとか。メダイとか、あとね、糸引き。そう、西伊豆の散歩楽しそうやな。楽しいです。あかりちゃんと今西伊豆の散歩なんて大会出てる、うん、大会出てた。なんかレディース取りました。レディースのトップ。そうそう。あ、トップ、うん、そうです。とね。超過でトップ。2位の人も女性だったんですけど、それはフグだった。巻きで反応ないね。でも結構根がある。結構根があるね。ゴツゴツしてる。夏は根がかりのね、外れる率が高いからね。うん。本当ですよね。だいたい岩に挟まってるだけでフックはから、うん、刺さってないっていうケースが多いんで、さすがネチネチしてたら来ました、ボトムを。巻きじゃない、今フォールで食いました。おお、ね、ただ巻きだったりフォールだったり、どっちの攻め方も同時にできるからいい。でこの映えるこの絵が、ありがとう。また大きくなって出会いたいので私はリリースしたい。結構赤旗はそんなに、なんだろう、エア抜きしなくても戻ってくることが多いです。ほらバイバイ。でも大物旗はエア抜きしないと戻っていけないから、また来たよ。今フォールですかね。同じパターン先、ね、船流れてるからネチネチそこを落として
まあ、5巻きぐらい巻いて、その繰り返しで拾っていく感じです。今こんなに小さくても食ってくるからね。なんかね、じゃれてきてるポールで、エソとかかもしれないけど。おー、今ちょっとの方からベータ始まりますね。はい、チャンスタイム。ベータから上、いつ釣れてもおかしくないと思うんだけど、この感じは。これカメラ止めると組んでカメラ止めると組んで、大体本当に本当にそうだからうまくいかないもんなんだよねさっきもカメラ置いた瞬間あったでしょあ、カメラ閉まったなと思って。わかりましたあ、なんかじゃれてきた。今ここの下谷になってるんですよ。10から20に落ちてるから、そういうとこに回遊の魚がいたら薪で大きいのが食ってきたりすることが多い。なんで地形が分かるかっていうと、地形のアプリを入れてるんですよ私は。船に乗っててもサップに乗ってても地形まず見て、どこに旗ついてるかなって考えて打っていく。だいたい回遊の門とかは崖になってる、海の中で崖になってるようなブレイク沿いに回遊してるから、そこを横からこう巻いてくる感じで投げて釣れることが多いですね。あ、ちょっと浅いかもって感じ。こういうアプリ入れてて、今これ5メーターラインがすぐこっちだから結構浅い。私の実績あるのはここの谷、ここの線が狭いところが谷になってるから、谷とか崖になってるんで、そこを狙うことが多いです。シャローに魚が入ってればこういうとこでも釣れると思うんだけど、根がかりがまあ怖かったりするから、そこまでのシャローは私はそんなに打たない。何が起きたっすか価値が壊れた。せっかく活躍しようと思ったら終わっちゃったよ。これじゃ終わっちゃったよ残念でした。本来横付けで栄光してもらってますいい経験できましたね皆さん最後はオールでコックじゃないかと思ってあ、本当にめったにできない経験させてもらってますまたなんか釣ってるじゃないか。カニ食ってんの？本当だ。あと釣れば食えばいい。なるほど。部屋抜きしてリリースします。うん、巻いてる途中？ダブルヒットですよ、ダブルヒット。ナットスリムか。地球さんはジグヘッド？ジェラクロはジグヘッド。乾杯。いや、笑えるのだからな。ジェラクロ。はい、ジェラクロです。ジグヘッド。赤旗は順調だね。で、ね、勝ってきて。赤のいいやつだ。
に。Move saves。本日一番じゃないか。本日一番サイズじゃないか。